皆さんこんにちは、 GC ニュージャパンの土井ちゃんです。今回はですね、まず皆さん、この暑い時に、まあ暑くなくてもですけど、ボトル必ず持ってライドしてますよね。そのボトルについての話なんですけど、ビギナーの方はどうしても下を見ないとボトルゲージから取れないとか、ボトルを取るときにフラフラしてしまうっていう、ボトルを飲むことに対してのネガティブなことあると思います。それをどういうふうに改善していいのか、またどういうふうに視点を持ってったり、どういうふうなことをするとそれが改善されるのか、簡単に紹介していきたいと思います。乗車時に飲むとき、なんかこういう感じで、あれどこかなどこかななんてね、なる人いますよね。一瞬ね、僕もボトル最初乗り始めた時なんかはこうやって見てね、おっていう感じで、撮ってました。ただやはり、都会、東京とかね、大阪、名古屋、そして福岡とかね、そういった都心部でライドされている方なんかは、車が多いですし、周りに障害物もたくさんあります。下を見ている隙っていうのは全くないじゃないでしょうか。ないですよね。そういう時にやっぱり下を向くと危ないので、下を見ないように撮ってほしいんですけど、どうしてもこうやって探している時に、なんかこうバイクがフラフラする感じ ありますよね。それはですね、何が原因かというと、このボトルを取る時に、しっかりこのサドルに重心が置いたままで、重心が置かれたままで、こう取りに行ってる人と、ハンドルに重心がかかった状態でボトルを取りに行ってる人では全然違ってきます。これはハンドルに乗っかってると、どうしても後ろの重心がなくなってしまうのでバイクがフラフラします。そうするとボトルを取って、飲むっていう行為すら怖くてできないですよね。ですからサドルにしっかり重心を置いた状態で、ボトルを取りに行くっていうことがまずは大事です。これはまあボトルを取る上での話なんですけど、もう一つはですね、根本的な話、まずビギナーの方、ボトル飲むとき、なるべくですね、路肩が広い場所、または、安全な場所をですね、選んでもらって飲むってことも、安全にそのボトルを飲む上で大事になってきます。ですから車の多い場所、道が狭い場所で無理にボトルを飲もうとすると、転んでしまったりね、そういう事故の原因にもつながりますので、やめてください。自転車にはこの暑い日、暑い夏ですね、2つのボトルがついていると思います。そして、これだけ暑くてね、汗をたくさんかくと、どうしても冷たいものガブガブ飲みたいとかね、思ってしまうと思いますけども、ライド中はですね、ボトルを飲むタイミング、喉がね乾ききってから飲もうとすると、どうしても多量のね、水分を一気に体に入れようとしてしまいます。ですからできる限り喉が乾く前に、こまめにね、ボトルから水分補給するということが、大事になってきます。これはですね、暑い日寒い日関係なく共通のことになります。ですからいきなりガブガブ飲むことをせずに、こまめなボトルの水分を補給するようにしてください。ボトルを取ろうとするときに、うまく取れない人のケースです。どうしてもボトルってこう手で握ろうとするじゃないですか。だから握るっていう概念が強すぎると、どうしても手をこのまんまこう取るときにも握って取ろうとしてしまいます。そうするとこう取れなかったり、そのボトルどっから抜いていいのかっていう場所がね、なかなかわからなくなります。ですから僕の場合ですけど、僕の場合はまず人差し指でボトルの先端がどこなのかを前を見てね、走りながら探します。で、探してボトルの先端が分かった段階で握る、抜くという形ですね。で、入れるときは逆にこうどこが入り口なのかをこのボトルの先っぽで探します。探して見つかった段階で人差し指と、中指で押し込みます。
抜くときは人差し指で先端を探して見つかった段階でつまんで抜く。ボトルを飲むとき大事なことです。それはですね、こう持ってる、もちろん肩の力もちろん抜いてほしいですね。で、飲む瞬間どうしてもバイクをコントロールしなきゃいけないっていう考えが頭の中にね、深く考えてしまいます、その部分をね。それをですね、ちょっとねリラックスして、ブラケットをね握りすぎないようにするのが大事です。ブラケット握りすぎるとどうしてもバイクが安定しなくてフラフラします。ですからちょっとね、あの頭をねフレキシブルに考えてもらって、リラックスする状態で、飲んでる時はハンドル、反対側の手はね、ブラケット握ってる手は、力をできる限り、抜くようにしてください。あのどうしてもねいきなり段差があったりする場合もありますんで、添えるだけっていうのはちょっと危ないので、軽く握るぐらいで考えていただけると、より安定してボトルを飲むことができると思います。さて皆さん、ボトルの飲み方いかがだったでしょうか。もっともっとね、あのボトルの飲み方、様々な方法あるかと思いますけども、今回はですね、より簡単に、分かるように説明させていただきました。やはりボトルを飲んだ時は、バイクがどうしても安定しないっていうことあります。それをね簡単に直す方法としては、ハンドルを握りすぎない、これをですね、ライド中しっかり頭に入れて、ボトルを飲むようにしてください。そして安全が確保された場所でね、まずは飲むことが大事になってきます。ぜひ、この2つ守ってください。さて、この動画参考になった、ためになったっていう方はですね、ぜひともグッドボタン押していただいて、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。そして僕が着ている GCN Japan のサイクリングウェア、サイトの方でですね、チェックしていただき、購入された方はですね、ぜひともね、僕とライドなんてこともね、できることもあると思います。一緒のジャージを着て楽しくライドしながら、ボトルの飲み方なんてね、レクチャーすることもあるかと思いますんで、それも一つの楽しみとして、ジャージを購入なんてこともね、考えてみてください。さて、今回のビデオを参考にですね、真夏の暑いサイクリングを楽しんでください。それでは次のハウトゥービデオでお会いしましょう。さようなら。暑い。